ですね、100万回言えばよかった。104日ですね。皆さんの感想がいくつか届いてるんで、それを読んでいきますね。ライザさん、こんばんは。やっぱり直樹死んでましたね。テンションバカ下がりです。死んでいるんだろうなと思う反面、生き返るわけはないですけど、少し何かを期待していたのがなくなりがっかりです。魚住さんに乗り移っても、魚住さんは魚住さんだし、いつまでも乗り移ってらんないし、先週までは早く続きが見たくて待ち遠しくてたまらなかったけど、今はなんか悲しいです。ウキウキドキドキ感がなくなりましたよ。幽霊の直樹と生きているユイ、どうにもならないし、いつかなきゃあの世に行かなくちゃならない。脚本の方は何を言いたいのかな。ごめんなさい、今夜は暗い感想です。おやすみ。いや、わかんないですね。まだでも4話でしょ。あと6話ぐらい残ってるわけじゃないですか。今後の展開がなんかあるんだと思うんですよね。毎回展開がバラバラ変わるんで、このドラマは。別な方。おはようございます。昨日は怖かった。思わずいやーと叫びました。どうなるのでしょうか。今ネットフリックス見直してますけど、ひどい、おかしい、絶対許せない。ゆいちゃんを後ろから抱きしめる直樹に涙しました。口笛が悲しい、ありがとうと笑いました。次回、左手の花、そして話が進みます。シュガーもありがたいですね。みんな楽しみましょう。今日も一日頑張ろう。僕はでもまだ涙まで行ってない。特にこの前の4話？ 4 話は、なんかコメディシーンが多かったんで、そうですね。笑える方が大きかったですね。口笛は笑いましたけどね。別な方。こんばんは、104日第4話、泣きました。ライズさんの言われるように号泣ではないですが、じんわり切ない。直樹の手のぬくもりを二度と感じられないこと。たけるさんの演技がすごい。自分の死体を見る時の表情、魚住さんに自分の死を伝える時の表情、すごい。口笛も良かったですね。犯人は誰でも良くなってきました。 それより直樹と結衣の未来がどう描かれるのかが気になります。大きな奇跡を3人で起こすとは、魚住さんが女医さんの元旦那さんに似ているのがキーワードかも。ミステリー要素ありますが、切ないけど温かいファンタジーラブストーリーとしての作品は進むはず。でも、弟の匠気になるのです。ライドさんの考察はいかがでしょうか。僕はでも、この物語は逆にミステリーで進まない限りは面白く進まない気がしますよね。だって、ミステリーが結構複雑化してるんで、ファンタジーラブストーリーっていうところを強調されると、多分、これは爆死しちゃう可能性が、僕は恐れが強いなと思ってるんですよ。いかにミステリーを発展させるかなんじゃないかなと思ってます。別な方。こんにちは。104日4話、武井さんの口笛シーン何度もあり可愛かったです。練習の成果出てた。ますます面白くなりそう。いや、でも口笛シーンは僕は一番面白かったですね。じゃあもう最後の方。ライさん、こんばんは。直樹死んじゃってましたね。死体を発見されても、事件の真相がわからないし、幽霊の未練があるから成仏できずにまだ幽霊としてさまよい続けるのでしょうね。だから、ここはちょっとよくわかんないですよね。未練があることで成仏し続けるのか、どうなのかがちょっといまいち はっきりしてないです。なんかね、死体が発見されたら成仏するんじゃないかなっていう見方してたんだけど、しかしまだいるので、そこがキーワードになるのかななんて思ったりもします。お涙頂戴のシーンはちょいちょい出てきます。口笛のシーンやら直樹の3枚目キャラで笑ってしまって、世も笑えてもまだ泣けずにおります。いや、僕も同じですね。これは僕はどっちかというと、世は泣けるっていうよりは笑いの方が大きかったですね。今回は手つなぎシーンに、何これあれじゃんと思っちゃいました。あれは9話でしたかねと。104日決して嫌いじゃないですよ。でも、感動して涙流してキュンキュンしてらっしゃる皆様には申し訳ないのですが、思っていたのとちょっと違うかなと。で、もう一回切って。おはようございます。104日さ、先週に続き、今週もあのドラマを思い出させるシーンがいくつか出てきます。あ、そうなの。まあ、あのドラマってのは、はっきり言ってこいつですけどね。相手が違えども似たシーンがあれば、あれと一緒にだとなるで、まあ、こいつね。本がそうなっているのか、作り手の意図なのか分かりませんが、ちょっと問題では。いや、多分これ本だと思いますよ。多分、こいつの制作陣がっていうのがあるので、まあ、一つオマージュとして、
入れてんでしょうね、きっとね。ファン用にっていうんですかね。ただ僕はそれはいらないと思うんですけどね、このドラマに関してはね。違うテイストなので。それと、直樹の生きてる時のキャラと幽霊のキャラのギャップが、まあそれはありますね。見直してるうちにこのドラマこれでいいよってなってきました。いや、それはありますよね。そこは鋭いかなと思います。生きてる時はめちゃくちゃ二枚目なんですよ。キュンキュンさせる役なんですよ。でも、幽霊になると、いきなり三枚目になるじゃないですか。もしかしたら意図としては、いや、諏訪こういう人なんだよっていうところを幽霊になって出せるようになったっていう意図なのかもしれないですけど、でもあまりにもギャップがありすぎるのが少し、なんだろうなって感じですかね。板倉さんとの絡みとかも出てきてるじゃないですか。まあ、口上も面白かったんだけど、板倉との絡みっていうんですかね。あそこかなりコメディエンヌじゃないけど、笑いの要素をね、ふんだんに入れちゃってるんで、まあ、そのギャップ感が楽しめるのか、それともあれちょっとこれギャップありすぎじゃねって思うのかどうなのかっていうのは、まあ今4話なので、この先どうなるかっていうところですね。脚本の腕の見せ所なんじゃないかなと。まあ、たけるくんもね、全部は出来上がってないとは言ってるので、どうなっていくのかちょっとわかんないですけどね。そんな感じですね。